どうも。どうも、ベタなすぎます芸人 WC、シューズゲーです。本日はですね、ちょっと髪の毛、イメチェンしたいなと思いまして、もうホーチミンで、もう一番の技術を持つ、アトリエファインさんの方にね、行って、イメチェンしたいと思います。まあ、このね、ちょっとパーマ、ハイトーンが入っている髪型も、結構前からやってましてね、コロナ前もやってて、まあ長いことやってますんで、ちょっと40歳にもなってね、一番似合う髪型をやってみたいなと思っておりますんで、行ってみましょう、レッツゴー。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。あの、まあ、いつもやってもらってはいるんですけど、はい、なんかよりちょっと40代にも入りましたし、なんかこう、ね、はい、なんかこう気になる点を改善していけたらなっていうことで、はいはい、悩みはあるんですか？いや、悩みで言うとやっぱもう、うん、本当生えてくる白髪の量がすごい多いんですよね。ここ最近ちょっと増えてるね。そうなんですよ。いや、年です。老化です。まあみんなね、平等に年は取るからね。もうだって2015から来て7年、8年目ですよね。そうそう、8年目。衣装もね。あ、そうですもんね。ほぼ同期ですよね。ほぼ一緒、ほぼ同期。ベトナム同期。まあ、まあ、でもどこでも一緒だとは思うけどね。ただ、あの、いろんな人種がホーチミンの場合に来るから、やっぱり言葉だったりとか、英語で話す、ベトナム語で話す、日本語で話す、まあ、いろんな、ね、国の人が来るから。あと国によって、まあ、そのスタイルの傾向とかもトレンドもなんかちょっと微妙に違ったりするので、そのどこの国から来たんですかって聞いて、確かに、でそこからこう自分でこう想像して提案していくみたいな、ね、ある程度だから知っとかないとできないですもんね、その提案もね。韓国には韓国の流行があるし、確かに、そう、日本には日本みたいな。でも、まあ、タコさんもちろん日本のトレンドは入れてるから、日本の方は、そうですね、日本は、まあ、あの常に情報がね、日本側のサロンからも入ってきてるので、全然問題ないし、まあ、韓国もいろいろね、今はまあ SNS あるから、いろいろ見てれば、まあ、大体なんとなく欧米は欧米でとか。やっぱり日本の場合だと切りっぱなしボブの外跳ねとか、そう、あとはまあフレームカラーとか。白髪にもすごくいい。あ、これもこれも、これもフレームカラー。あ、こういうのが。そうですね。なるほど。最近また暖色も流行りだしてるから、ずっと寒色のアッシュとかが流行ってきてたけど、色も少し柔らかめの色味が、また戻ってきてるかなって感じ。ね、やっぱり水が全然違うし、紫外線も強いし、はい、まあ、色がやっぱり日本よりはちょっと、あの、色が飛ぶのが早いというか。へえ、じゃあ こまめにケアしないと結構大変。そうそう、もう上にケアした方がいいですよね。トリートメントも男性でもやっぱりもうこの長さになったらしょっちゅうやった方がいいし、はい、へえ、うん、そうなんだ。明らかにその水、軟水硬水とかもそうだし、もうあるし、水自体の、まあ、水質自体があんまり良くないでしょ。白いシャツをほらずっと洗ってると茶番でくるじゃん、色が。そう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 、そう、配管の問題なのか、水の問題なのか。それだってもうどこに住んでももう限界ありますもんね。ありますよ。私は家のシャワーとかはもう浄水シャワーに変えてるから、綺麗な水浴びたいみたいな。より綺麗になりたい。そうそうそう。でもまあそこまでケアしないと難しいですもんね。ね、日本何でもやれば やっただけことはあると思う。美容って積み重ねなんで。そのそういうトリートメントの、まあ、ここでやれるのも当然ですし、うん、そのなんか薬品というかリンスみたいな、コンディショナーみたいなのも置いてあるとか。もちろんもちろん、うん、今もこっちで日本のプロダクト、あの、普通に買えるので、はい、うちはもう全部日本のプロダクト使ってるんだけど。なるほど。だから絶対パーマとかカラーするときにはサプリメントというか、はい、あのパーマ用のトリートメントとかカラー用のトリートメントっていうのもインクルーテッドでうちは入れてて、そのぐらいやんないとホーチミンであのこう綺麗な髪を保つのはなかなか難しいかなと。何もしなきゃね。そうですよね。だからバキバキになるって言いますよね、もう、やっぱりね。でもね、おしゃれもしたいし、パーマもかけたい、カラーもしたいって言ったらもうケアは絶対した方がいいですね。まあ、日本でも一緒だけど、まあ、夏の紫外線とか強いって言いますよね。日本でもやっぱりあの手入れは
絶対必要、セールスに。分かりました、うん、ありがとうございます。ちょっとあのその辺もいつもケアしていただいてますし、今回は仰天に変わっていくという、はい、よろしくお願いします。ちょっと久々にビッグチェンジ変えてみましょう。はい、よろしくお願いします。はい、分かりやすく言うとキューティクルの厚さが違うかな、あの 数というか、枝の物の人って、まあ、南国に行くと南国の人ってやっぱり髪の毛が結構強かったりするじゃないですか、赤道に近くなるって言うけど、はいはいはい、確かにベトナム人の髪の毛が非常に硬くて、なんていうんだろう、パーマもデジタルパーマ、ベトナムではセッティングパーマって言うんだけど、はいはいはい、デジタルパーマじゃないとかかんない人が多いかな、硬くて。なんだろう、もうわわわってなってるようなパーマさ、なんかよく。あ、じゃなくて熱を加えてかけるパーマ、コールドパーマっていうのと、しんすけさんかけるのはコールドパーマなんだけど、今の景色の熱をあまり使わないパーマね。でもベトナムの人の場合はあのコールドパーマよりはデジタルパーマの方が綺麗にかかる、リッチがすごい綺麗に出るから。この国の人は髪綺麗な人多いじゃない、多い、そうそうそう、直毛でね、はい、なるほど。その髪にウェーブかけるならもそのやり方じゃないとなかなかかかんない。だからもうオーダーはセッティングパーマの方が多いかな。で長持ちするしね、パーマね。そういう分痛むんですか。まあ、傷まないようにかける、ね、あ、ちゃんとあの、なんだろう、いろいろそういう傷まないようにパーマの時に同時に使うサプリメントがあるから、うちは全部インクルーテッドにして、こっちがもうお医者さんと同じような感覚だよね。だからね、必要なお薬をつつ、そうそう、処方してやるっていう感じで。なんつっても言葉の壁があるから、はいはい、それを細かく説明しろって言われても、いや大変です、成分の話まではやっぱりなんかなかなか伝わらなくてだから一応あれ、いいように書きますねみたいな感じ。要はだってね、綺麗に仕上がればいいよって、ね、ビビビビビ我々は宇宙人だ。そこら辺がちょっとね、世代が分かる。確かに。バルカン星人って言わないだけよかったけどね。めちゃめちゃバレますね。バレる。我々は宇宙人だわ。もうだいぶ古いやつですもんね。だいぶ古いね。それで、やばい。年が分かっちゃう。令和じゃ言わないですもんね、もうね。言わないでしょうね。今、宇宙人って言ったらどんな風にみんな表現するんだろう。芸能人なんですよ。芸能人みたいな。めっちゃかっこいいじゃん。いいね。そうそう、なんか久々その前髪作ったりとかもした気がする。ずっとね、最近ミディアムレムスのそうウェーブスタイルだったから。そうなんですよ、うん、たまにね、こんだけスタイルガラッと変えると気分も変わる。高さ出してるんですね。テントバームかけてあるからこう揉むとあのウェーブが結構出るので、マックスでちょっとウェーブ感出したいときはもしもし揉んでもらって、黒はちょっとエアリー感出して。ありがとうございます。やばやばいっす。かっこいいんじゃない。あらあらら。めちゃかっこいいわ。めっちゃいいっすね。いいよね。はい。
めちゃくちゃ変わったでしょ。めちゃくちゃ変わってる。え、ちょっと待って、その俺側に来ないで。あなたそのなんか来た時にさ、なんかロン毛で行きます私はみたいなスタイルだったよね。そう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 。髪も黒くてさ、うん、そう、そういったら侍みたいな。そうですよ。侍として降り立ったのが、うん、え、もうめちゃくちゃ白髪増えてきてるから。この前のそのハローアジア撮ってる時マジヤバかったよ。いやで、まあ、高子さんに相談して、うん、ちょっとイメチェンしたいですと、はいはいはい、言ったらもうこういった仕上がりにしていった。いや、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。だって多分白髪もあんま分からんでしょ。そう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 、そうなんですよ。え、めっちゃいいやん。で、お、なんでそのありがとうございます。待って、お前のお前もうさ、ちょっと、いやいや、ちょっと調子乗ってるやん。なんかそのポケットに手突っ込みながらさ動画回すってさ。いや、もうだから自然とそういうね、体を表してきてる髪型がもう。それなんだ、その誰意識とか、誰イメージみたいな、それはもう本当単純におすすめで。そう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 。ああ、よかった、その変にお前のイメージ入ってなくて。やっぱ俺のエッセンス入れんでよかった。お前のエッセンスなんてない方がいいから。サムライ、サムライ入れんでよかった。入れんがいい。いや、めっちゃいいじゃん。はい、というわけでちょっとめちゃめちゃイケてる風にしていただきました。まあ、イケてる風にしてもらったんでね、サングラスもつけながら動画撮影っていうのが普通になるんじゃないでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。Let's go.